ダルビー種とは、スーフィーの修道像。主に各種スーフィー教団に属する聖員一般を指す。貧者を意味する中期ペルシア語、DLGW、ドリオスを語源とすると考えられる。また、イスラム文化圏における人名でもある。エーターキッシュダービッシュ、インザ 1860S 右手に、小磁用の腕、左手に、長な防寒用の添いに帽子など。 典型的なダルビー種の姿をしているイスラームの預言者、ムハンマドのハディースの一つに、我が製品は我が栄光と述べたと言われており、イスラームにおいては製品はムスリムの特目の一つとされている。このため、イスラーム神秘主義の修行でも重要視され、宅発業や古事企業を実践する修行者を、近者と呼び、ダルビー種の同義語として用いられた。 いわゆるイスラアームの神秘主義思想にあたるスーフィズムは、イスラアームにおいて、信者の信仰や、精神などの内面を重視し、言葉による、競技、ウラマーなどの世俗的権威を認めない思想、運動のことである。初期には、人里離れた荒野で苦行する個々の修行者たちのことであり、文字通り、貧者であった。12、13世紀頃から、指定関係の授受や、 修行方法を集団化、定型化した教団組織が各地で出現するようになり、スーフィー聖者の病母を中心に宿泊施設を伴った修行道場が建設されるようになった。荒野での先進的な修行も通り時代的に継続されたが、同時に都市部でも修行施設を得たことにより、聖者の病母に摂し聖者を通じてもたらされる神からのばらかを授けられることを期待して、 都市などでの社会生活を営みつつ、教団の構成員となる者が現れるようになった。こうした都市部への進出によって、ダルビー種やファキールと呼ばれた修行者たちは、スーフィズムの民衆への浸透の役割を担うことになった。都市生活の修行者の場合、都市部の商工業に関わるギルドのメンバーや時には、政治権力者であっても、全く貧者ではないものの、ダルビー種と呼ばれた。 一方、各種の教団では、女性も修行者のメンバーとして受け入れられており、指導者と呼ばれ女性のサークルも組織されるようになった。カシュクール13世紀になると、絡んだると称される卓発業、古事企業を行いながら、各地を放浪する修行者集団が、イラン高原や各地に出現するようになった。彼らは、外見が特徴的であり、眉や髪の毛、髭などを剃り、 得意な衣装をまとっていた。これらもダルビー種と呼ばれ、小敷きの際の施しを受けるため、ペルシア語でカシュクールと呼ばれるヤシの殻を半分に割ったワンか、その形を模した船型の金属製のワンを腰から下げるのが通例であった。現在でもこのカシュクールはダルビー種の象徴的な持ち物とされており、小敷き業が禁止されていたベクタシー教団でさえも修行者、 ダルビー種の持ち物として用いられていた。19世紀後半多種とでのダルビー種たちのズイクルの様子ダルビー種などのスーフィー修行者たちは肉体を酷使することで神を監督するという教義を持ち、様々な修行方法が編み出されてきたが、代表的な修行方法としては、ズイクルやサマーウがある。ズイクルは、礼拝において神の名を唱えることで神を賛美することだが、 特にダルビー種などのスーフィー修行者たちにとって精神集中のための称名として重視され、神秘主義教団の組織化に伴い集団で行われるようになった。サマーウはアラビア語で聞くことを意味するが音楽や舞踊を伴う修行法でズイクルとも結びつきやすく、スーフィー修行者が陶水的な防芽状態に至るための有効な手段として広く行われてきたものであった。 教団組織の集団化によって様々な修行も集団で行われるようになったが、これらズイクルやサマーウの手法や規則も各教団で様々なものが編み出された。サマーウはトルコ語ではセマーと発音され、特にメブレビー教団のものが有名であるが、株音曲を伴ったもので数時間にも及ぶことがある。スーフィーは日本人にとってはしばしば、 このセマーの踊り手として知られる。スーフィーはイスラムで禁止されている歌舞、音楽などを信仰に持ち込んだとして、トルコ共和国などでは近況とされ、取り締まりの対象となっている。セマーは現在では観光客相手のショーとしてのみ行われている。ダルビー種はこのスーフィズムの修道僧または宅発像のことである。ソイに身を包み、ズイクルに没頭し、 ひたすら神を心に念じ続ける。一方で、しばしば宅発用の鉄鍋をぶら下げ、大斧を担いで遍歴の旅に出る、というイメージで語られる。日本に初めて、ダルビー主を修道像として紹介したのは、作家の村上春樹であると言われている。多くの日本人にとって、その行動様式は、僧侶のイメージに限りなく近いが、イスラームには、仏教のような出家。 在家の区別はないのでその点は注意が必要である。必ずしもこの名前がスーフィーであることを意味するわけではない。ダルビッシュセファット、ファリード、ユーのように形容詞として使用されている例もある。ダルビッシュはオンライン RPG、ギルドウォーズに登場するジョブの一つ。ありがとうございます。